体全部、ミサキヒモム虫のオータスパーマスゼニクレイトスは、ひも虫の一種。比較的はっきりした模様を持つ大きな種である。体長は30から60センチメートルで、体幅は5から10ミリメートル。体は全体として、黒脂色、紫褐色、暗褐色、暗緑色、単緑色などをしており、そこに多くの白い臨場の反紋が等間隔に入る。 その最初のものは頭部の半ばにあり、頭部の腹肺をぐるりと取り巻くが、腹肺それぞれの中央で前方に鋭く尖る。また、それ以降の臨場藩よりやや幅が広い。第二番目の輪は口の位置にあり、覆面でその両端が口に末端に接する。臨場藩は体の前方と後方にあって中央にはないが、時に頭部の輪以外を書く答えがある。頭部の前縁と等。 横溝のある頭部側面辺炎部は無色。体は前頭部では厚みがあってほぼ円筒形だが、頭部では腹肺に平たくなっている。頭部はヘラ状で途中に頭横溝があり、その後方で前頭部との間にわずかなくびれがあって区別できる。頭端中央部に分銅口が開き、ややくぼむ。口は長い縦列になっている。南方形の種で、 黒潮に乗って分布し、日本では太平洋南岸から日本海では佐渡まで知られる。天石海岸で天石の下から発見されることが多い。世界的には地中海、黒海、アフリカ西岸と太平洋東岸のメキシコ、パナマからも知られる。ノータスパーマスジェニクレイトスインワームズ。2014年6月30日閲覧。以下、主として岡田ほか、 P393, ありがとうございます。